デビュー作二階の他人から庶民の生活を丹念に描き続けてきた山田洋次監督の名作映画が DVD マガジンとして刊行。笑いあり、涙あり、感動ありのえりすぐりの名作26本を完全 DVD マガジン化。やい、俺はな、てめえらに騙されるとバカじゃねえやい。てめえら、俺の土地を取り上げてよ、日の頃追い出そうとしてんじゃねえか。何してるんじゃお前ら。行こう、行こちょっとだけでも入ってみんね。無理無理、あと1時間半しか中やろ。入り口まで来ただけで十分だ。つよし、ちゃんと見とかんばいけんよ。恋が万博よ。父ちゃん、今言い方はひどかよ。本当にひどかよ。そればってん、世間お前育児の中こってこれから先どげんすとか。ゆうさん、ほら見てみろよ。ほらゆうさん、ユウさん、ほら、なんだかわかる？赤ちゃん、ほらちゃんとあったじゃないの。ハンカチは貸していいですか？そんなに活動好きか。ええ、もう、活動ぐるいでございます。で、お前にみんなどうせチャンバラだろ。クラマテングとか丹下社前とか。切った張ったはできる。俺が好きなのはね、なんたって松竹蒲田よ。お酒もうちょっとと、うん、ええ、もうここいっぱいだね。自分の気持ちを文章にしてこう書いてみるね。それを他人が読んでちゃんと理解する。それができたらもう猪さん、あなたはもう国語卒業だよ。ほら頼んだ猪さん。もうもっと笑ってほら。山登りで疲れてたほら。行くよ。一足す一は二。あなたがどんなにかこの子たちに会いたいだろうか。どんなにかこの二人をぎゅっと力いっぱい抱きしめたいだろうか。それを思うと私の胸は私の胸はぎゅっと痛むのです。高倉健、倍賞千恵子、吉永小百合、渥美清など多彩な主演陣が奏でる珠玉の名編をラインナップ。
マガジン本体では山田洋次監督が自ら選んだ名場面見どころを語り尽くします。創刊号は幸せの黄色いハンカチ、1月8日発売。映画の素晴らしさを抱きしめてください。